しないぞ。
誰もいない。荷物を確認。お疲れ様です。します。遅かったじゃないの。伝説の配達人らしくないわよ。バイクを失い雨宿りしてた。それは大変だったわね。うちへの納品は完璧よ。まあ納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。
ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。ブリッジズの死体処理班、何があった？時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。これを見てくれ。こいつを焼却所まで運びたい。いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって？発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所、他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。じゃあ一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ、サム・ポーター。サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。あまり気分のいいものじゃないな。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。アメリカという国があって、誰もがどこへでも自由に行けた。お前みたいな運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そうだ、他の国へも行けたんだ。もうそんなものはない。そこら中デスストランディングのせいで穴だらけだ。みんなぶっ壊れたんだ。残ったものも呼吸のおかげで溶けちまった。代わりに化け物がビーチから来た。つまりこの世は死の世界とつながったんだ。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝される。虹が出てる。焼却所まであとどれくらいだ？もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らもど真ん中を抜ける。
思った。奴らのエリアに入ったんだ。迂回しろ。サム、何か見えるか。いや、見えない。BB は不良品かもしれん。
Thank you.
昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。これが我々が目撃する最後の爆発になる。目覚めたか。どんな感じなんだね、結び目からの帰還というのは。落ち着け、俺は医者だ。と言っても元は観察医だが。俺はデッドマン。死者とは仲良しだ。だがもちろんあんたと違って一度も死んだことはないんだ。それは取らない方がいい。俺の専門ではないが、それがあんたを守ってくれるはずだ。ほら。囚人ってわけか。手錠ではないよ。これは最先端のガジェットだ。我々をつないでくれる。我々？あんたたちは。そうだ、ブリッジズだ。未来への架け橋、あるいはそう、絶滅への延命。それでここは今は何時だ？いいか、皮膚に装着してみるんだ。こうやって。落ち着け、手錠端末があんたの肉体とつながるぞ。見てみろ。そいつがあんたを24時間監視する。いや、そいつで我々がサポートする。あれから2日も。いや、その間にあんたの特殊な体液を採取させてもらったよ。あんたは機関車、特別な存在だからな。死体処理班はどうなった？セントラルノットシティはボイドアウトで全て吹き飛んだ。ゲームオーバーだ。巨大なクレーターになった。コンティニューできたのはあんたと、あんたが接続していた不良品のブリッジベイビーだけだ。あの BB は？あれは機能を終えたから廃棄処分にした。残念だが、みんな消滅したよ。あの死体処理班だけではない。俺の部下も、我々の本部も、フレデフォート、つまりセントラルノットシティも。おかげでこのキャピタルノットシティこと、サドベリーの支部が新しく本部に格上げになった。ブリッジズの実行部隊もほとんど失われた。あれから2日間が経過してはいるが、混乱はまだ収まっていない。幸い長官と支援部隊は
ボイドアウトを免れたんだ。だから指揮系統はまだ生きている。起きたばかりで悪いが、あんたに頼みがある。それが機関車のステンシルかね。ああ、ところでそのあざは。洞窟で女に捕まれた。なるほど、アフェンフォズムフォビアか。それで一人、いや距離を置いているのか。よく覚えておくよ、サム。そう、急を要する配送があるんだ。大統領のところにモルヒネを届けてくれ。大統領？もう合衆国はない。セントラルノットの市長か何かか。いや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 、市長ではない。アメリカはまだ生きている。大統領は末期癌で危篤状態にあるが、まだ我々の世界に繋がっている。なぜ俺が。行けばわかるが、あんたには届けるべき理由と責任がある。あんたが行けばいい。俺はここにいないんだ。すまんな、これはカイラルグランだ。だから、この涙はカイラル通信によるアレルギー反応だ。本当の俺はこの先の隔離室、三角の建物にいる。薬はここだ。ブリッジズとのフリーランス委託契約だ。サム・ポーター・ブリッジズ。薬なら隔離室にもあるだろう。本当の狙いは何だ。正直に言おう、大統領があんたに会いたがっているんだ。アメリカ最後の大統領があんたを待っている。それでいい。では後ほど隔離室で会おう。ようこそサム・ポーター・ブリッジ。サム・ポーター・ブリッジズへの配送依頼。大統領に処方したモルヒネを隔離病棟まで届けてくれ。地上端末で地図を見てみろ。隔離病棟の場所が分かるはずだ。目印をつけたりルートを考えてラインも引ける。自分で試してみてくれ。
サム、俺だ。デッドマンだ。目的地の方向はコンパスで確認できる。目的地がわからなくなったら、コンパスで確認してくれ。セントラルノットにはブリッジズの本部があった。我々アメリカ再建派にとって最大の都市だった。ストランド大統領は療養のためセントラルを離れていた。それに同行していた俺たちもだ。
バイタルデータは全て低下しています。回復の兆候はないと。はい、残念ながら。そうか、我々も準備をしておいた方がいいかもしれません。サム、俺だ、デッドマンだ。すまん、そうだったな。大統領の容体が良くない。悪化している。ありがとう。彼女も少しは楽になる。これで最後にあんたと話す時間ができそうだ。彼女？合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。その服では面会できないな。脱いでから中に入ってくれ。